の聞かな言葉が、ま、こんにちは、お世話になります。こんにちは、ありがとうございます。どうぞ。今回はこういう厳しい条件とか、バリバリを受け入れていただきまして、非常にありがとうございます。今回の受け方、集中していい合宿に行きたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。
で、3日間合宿を終わりました。で、今回泊まった初めて、そう、おかげです。温泉に泊まったりなんか日本三大美肌温泉って言われてるんですね。ちょっと調べてみてくださいね。で、この温泉以外も映像で紹介した食事めっちゃ美味しかったな。やっぱりサッカーだけじゃなくて健康も考えながらちゃんと休める時間もゆとりも燃える環境があって素晴らしかったですね。ですよね。周りのねサポートがあるんでね、今回は浦塩市の、市の関係者とか、あとはスポーツ関わっている人たちがすごくサポートに来てくれまして、浦塩市の方ですね。で、どうだった？ここ泊まってどうだった？止まった感想感謝佐賀県といえば伊藤選手なんですよね。そうじゃねえ。え、どう、この旅館と他にも嬉野市の関わっている人たちでどう感じました？旅館とか、あとは嬉野市に関わっている人あまり飲みすぎちゃダメよ、ね、えばちゃん、初めの英語新聞を紹介しましたけど、見たと思うんですけど、素晴らしい。いくつって書くないんですけど、ちょっと置いてんじゃん。重品はね、大使としてね、頑張ってくれてますので、ツイッターも、あと概要欄見てください。素晴らしくないですか？それで、ここで皆さん、グッドとツイッター、フォローよろしくお願いいたします。また会いましょう。バイバイ。